どうもナムです。はい、あのね、結構去年かな、買ったの。買ってようやく食べます。食べるっていうか開けます。じゃじゃじゃーん。はい、こちら。まあね、見たことある人もいると思うんですけど、ラブライブサンシャインのね、ウェハースなんですけど、もう今回ね、これね、ちょっと変わってまして、ここにも書いてあるんですけど、ウェハースシリーズ初の新規書き下ろしイラスト収録ってなってるんですよ。だからウェハースで初のこういうカードがね、あの書き下ろされたっていうのが出たんでございます。これ出たね、去年ぐらいかな、去年ぐらい買ったと思うんですよ俺。確かボリューム4って書いてあるけど、で全21種プラス金箔箱押しレア9種ってことですね。で裏にはこんな感じですね。ブロマイドカード9種、でブロマイドカード、あ、金箔押しがね、新規書き下ろし衣装で、もう一個金箔押しバージョンと普通のブルマイドも9種で、水着バージョン9種、ビジュアルカード3枚ってなってます。これをね、あの一応2年生と1年生と3年生のパッケージがねあったんで、一応3つ買ってきました。というわけで開けていきたいと思います。まあ狙うは金箔ですよ。まあ確率は低いと思うけど、とりあえず1年生から開けます。で、これは何のウェアハウスなんだ。味が書いてあるはずなんだけど、ココアかな。なんか最近バニラよりココアの方が多い気がするんだけど、俺の気のせいかな。まず1年生から。あー、これ開けづらいんだよね。あ、じゃあどっちが表か分かんない。こっちかな、こっちかな。光ってればいいな、金箔かな。見まーす。ポッ、あ、花丸ちゃん、これは金箔なのか。ブルマイドカード、これ多分書き下ろしでしょ、普通のやつだね。うん、はい、1枚目は花丸ちゃんでした。光ってんのかこれ。あ、ちょっと光ってんね、表と裏。ここにね、誕生日も書いてあるね。バースデー3月4日、身長も書いてある。1枚目は花丸ちゃんです。2年生開けます。今書き下ろしなんでね、書き下ろしってすごいよね。ウェハースで書き下ろしなんてね。行きましょう、金箔が出てくれ。2枚目、はい、どうすか、光ってますかね。行きます。ポッ、あ、カナンちゃんですね。これは光、あ、同じか。はい、2枚目はカナンちゃんでした。表と裏、まあ書き下ろしですね。よし、最後3年生開けます。金箔は出ず。こういうウェハースでどれぐらいの確率で出るんだろう。一箱買えば出るとかそういうのあんのかな。はい、最後5つ目、3枚目、光ってるかな、どうですか。いきまーす。ポッ、あ、ダイヤですね。これは水着ですね。これは書き下ろしではないかな。水着バージョンのダイヤが出ました。表がこれで、裏はこれだね。これのこのシーンは多分これあれかな、一期だね。一期のあの海のバイトとかした時ですね。ここにちょっと説明が書いてあります。はい、というわけでございまして、出たのがこの3枚ですね。花丸とカナンとダイヤ。残念ながら金箔は出ませんでしたけども、まあ、書き下ろしがあるのでね、嬉しい限りでございます。あ、やっぱそうだ、ウェハースはココアですね。最近なんかココア多いよね。なんかバニラとかあったはずなんだけど、前も言ったと思うんですけど、ココアバニラよりココアの方がうめえや。はい、ということで以上、ラブライブサンシャインの書き下ろしイラストが収録されているウェハースのご紹介でございました。まだ売ってるかな、もしかしたら売ってるかもしれないんで、もし気になった方はね、
スーパーとか行けば売ってるかもしれないんで、見つけたら買ってみてください。本日も見ていただいてありがとうございました。じゃあ